マスクラットはネズミかマスクラット属に分類される月シ類。本種のみでマスクラット属を構成する。アメリカ合衆国、カナダに自然分布。ヨーロッパ、ロシア、日本などに移入。体長30.2から30.3センチメートル。お長が21.8から23.3センチメートル。柔らかく短い体毛で密に覆われる。毛は褐色や黒褐色。 黒。後には、単毛が密生する。尾は、側編し、泳ぐ時には、火事の役割を果たしていると考えられている。腹部に、終戦、肛門戦があり、ここから分泌される匂いが、邪行に似ていることが、名前の由来。かつて英名を直訳して、邪行ネズミと呼んだこともあるが、尖りネズミ科の邪行ネズミと紛らわしいことから、今日では、この故障は、 文学作品の翻訳で見かけるぐらいである。終戦から発せられる匂いは、ディスプレイやマーキングに役立つと考えられている。指式は、1、1.0、0.0、0.3、3イコール16。沼などに生息する。河川に生息することは少ない。陸に上がることは少ない。入り口が水中にある巣を作り、沼地では水中に植物を積み上げた塚を、 作りその中に、河川では水辺に横穴を掘って、巣穴にする。植生は雑食で、草、水生植物、魚類、甲殻類、貝類などを食べる。繁殖形態は耐性。妊娠期間は25から30日。1回に1から11頭の幼児を5から6回に分けて産む。南部個体群は終年繁殖する。寿命は3年。形態。 生態ともヌートリアによく似ており、混同されることも多い。毛皮目的で狩猟されたり養殖されることもある。日本国外では堤防を決壊させた、被害例もある。イギリスでは、完全駆除に成功した。日本では1943年に、江戸川区の養鶏業者によって、毛皮用に養殖されていたが、第二次世界大戦後に放逐され、江戸川周辺で野生化した。都市化、 開発によるハス畑や地消、湿地の減少などにより生息数は減少している。ハス等の農作物、マコモヨシカラシナなどの水生植物などの生態系への懸念、日本国外では堤防を決壊させるなどの被害例があることから2006年に外来生物法により特定外来生物に指定された。ありがとうございます。